この河北門の櫓の上をご覧ください。あそこからね、この新丸広場にはハリスホークが迷い込みます。音が聞こえますでしょうか。鷹の尾羽に行って、どこか行ってしまったとき、やぶの中に入ってしまったときに居場所が分かるようになっております。なんかついてるの。という音が聞こえましたでしょうか。あれは鷹の餌であるお肉を入れた小さいお弁当箱で合成しておりますけれども、それの身と蓋を打ち合わせて音を立てて合図とし一般に猛禽類というのは夫婦以外の部屋の2人以外は1匹で暮らしているんですけども、
そのハリソン・ホープが例外的にしばらく家族で寝るようにしてくれることがあるので、これからお目にかける複数を同時に起こすことができます。そうじゃない種類は一つずつに変化してしまう。私どもが身につけているその装束について簡単に一つ説明申し上げます。これは昭和6年に当時の宮内省が制定したものに今見せてできております。で、足元本当に直足袋が半なんですけれども、今日は引きなので長靴を着用しています。で、桃引きはサメコモで、博多の織で、着物は野番店と申しまして、いわゆる袴下着物だけなんですけれども、しゃがんだりしやすいようにバッチリフィットがあります。で、羽織はバンドリと申します。で、夜の国で草刈りの昔の言い方ですけれども、普通の羽織と違って襟が折り返しがなく簡単で、やはり横とするようにできます。で、あとはシャンポン、昔のシャンポンフリューフォーというのが昔からの商品です。それは例えば年老年代の大学の大使館がいらっしゃって仲間とかおしゃれたり、まあ、鴨場とかおしゃれたりいうような場合でもこの格好で良いみたいな清掃でございます。次は、同じ切り替えでもセアカノスリという種類をご覧いただきます。どこが背が赤いのか、青いのではないかとおっしゃると思うんですけれども、メスは背中が赤いんです。これはオスなので背中が青い。これは南米の方、小さいネズミなどを取って捕まえてる。手の甲は手袋に入れてない。翼の先が微妙に震えて振動を出したり、ブレーキをかけたりしているのをご覧いただけると思います。
みかんと旅をしたけど、せやかなせる理解でした。ひもさんがって先ほど鷹のお弁当箱であるチエタとか帽子の話しましたけど、鷹というのは気に見える馬と違って群れを作る動物ではありません。で私どもはどんなに永遠したものかもしれない。プチエカゴといいまして、手で持つ餌が入っています。今後ろの上内鷹城、黒っぽいものがお腹の下に見えますけれども、これは丸バト入れといいまして、丸ごとの鳩が入るようになっている餌です。でこういったものは本来は漆塗りであったり、螺鈿をしたり、非常に凝ったものがたくさん残されております。